お待たせいつものスイ君ゲットチャレンジということで、はい、じゃあ今からねスイ君のゲットチャレンジやっていきたいと思います。はい、今回は発球ですね。まあちょっと少ない気もするんですがやっていきたいと思います。さあ CP はいくらの子なんだろうな。1572、まあそんな高くはないですね。 あと最近ね金釣りがもう全然なくなってきちゃったんで、今9個しかないから、とりあえずね、なんだろうな、金釣りはね、ほんと最後の1球か2球ぐらいまで使わないようにして、序盤の方はもう全部ね、金釣りきちって、釣りの実をね、ひたすら投げていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。めちゃくちゃ威嚇するんですが、やっぱ釣りの実をね、投げたからには、グレートじゃやっぱダメな気がするんですよね。エクセレント狙いでやんないと、本当に捕まえられない気がするんですよね。エクセレント。ダメだ、普通に弾かれた。エクセレント、あ、ダメだ、全然エクセレントでもなんでもないですが、どうだ。あーですよね、まあそれは簡単には捕まえられないという感じです。エクセレント、エクセレント、あーグレート、全然枠がでかすぎましたね。どうだ、1回、2回、あーダメだ、やっぱり2回揺れるとドキッとしますよね。あ、これいけんじゃねってなるんですが、大概2回でも終わりっていうね、捕まえられないっていう感じなんですが、ここで投げる、まあグレート、やっぱりエクセレント難しいな、そんな簡単には出せないですよね。で気づいたらもうあと4球しかないんで、4球しかないですが、僕はズリの実をねひたすら投げまくりますよ。おっと、船今投げかけた、ここ、あー全然下だ、さあ捕まえられるか、あー全然ダメだな、あと3球か。そう、スイ君のゲット率はめちゃくちゃ低いんですよね。まあ多分こうやって金釣りをケチってズリの実ばっか投げてるせいかもしんないんですが、あ、これはどうだ、はい、あーダメだ、じゃああと2球になっちゃったんで、じゃあそこはもうしょうがない、最後の最後は金釣り投げて捕まえ、無駄地で捕まえに行きたいと思います。ここだ、どうだ、あーエクセレントじゃなかった、さあどうだ、捕まえられるか、1回、いやー、でも最後の1球が捕まえられないっていうジンクスは治ったんですかね。まあ、一応治ったと信じて最後の金釣りを投げて捕まえに行く、いやー外した、あー、いや逃げられました、今回も、いやなかなか捕まえられないな、ほんとスイ君は。はい、じゃあということで今回この動画はこれで終わりです。はい、ご視聴ありがとうございます。